Hi everyone, let's continue the game Night of Dragon Infinite Wells. Talk to the party and survive. Let's meet up, Jason. Where the dog? This one. Survivor. Let's enter. Chapter 2, Paradise, how Warriors go. ありがとうよ。Oh, well, how are you? Oh, we need to visit Arakawa Grave. Oh. Take a trip to Arakawa Grave. Let's go.
さんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川は茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。うん、おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は二人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそれは。ああ、中に、おやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。あかねさんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさね。どうすかね、おやさん。Next, you need to go to the airport now.The taxi is near the station. What the hell?どうした、ナンシー。こいつは俺の相棒で、ザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってんのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。誰か世話してくれる人か。うん、足立さんとかに頼んで。あ、嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。Shall we bring the crawfish to Hawaii?分かったよ、相棒だもんな。おめえも一緒にハワイに行くか。よしよし、イエイ。
騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。気合い入れていこうぜ。レッツゴー。ちなみに筋紋とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋紋、筋紋。ははあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋紋と呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。データを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで
一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか。え、ああ、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろ。な、ちょっと、おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。数字でインインスト。App that records data about dangerous figures. It has become the city known as Sujimon. めんどくせえな。頼むよ。この町の平和のためなんだから。すぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前ハワイ行くのか。なんでまた。バケーションか。いや、ちょっとやることがあって。ハワイって言ったらスジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの。おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それにスジモンたちを使ったとある大会も開催されている。とある大会。まあ、それはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞスジモンマスター。アゲイ。わかったよ。それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。Going, going. Taxi stand. いらっしゃいませ。おーい、こっちだ。
Right, right, babe. Wow, I'm hungry, man. Pork pepper steak. Mixed noodles. Wow, this one looks delicious. Oh, yummy. Shumang. Hangout. Delicious, man. Jelly pudding. Bun, chili sauce, shrimp. Wow. Whoa, we still got shark fin soup. Delicious, man. Wine. Can you buy something? I will buy some buns. いただきます。 いただきます。 ごちそうさまでした。 So sorry. Oh, let's take the cap. ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。
なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな、アデシさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。気をつけていけよ。What? You're going alone now? Wow, why are you? Why are you? What the other never do? Oh, this is the demo part already. やっぱハワイの日の出は一味違うね。もうね、ハワイや。The money change from yen to USD. Find a driver who knows Japanese. What?
Okay, how are you people know Japanese here? Name. Oh.Hello, everyone.What? You got a Japanese taxi driver in Hawaii? Aloha. Aloha. これなんだけどよ。日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて。ああ。そっか、ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ、俺と一緒だな。そうなの？ああ。俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。Oh, you're going to look for Hakei's son. I think his mother is it. Wow, I don't think very slow. Okay, we're back.なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。
の？ああ、もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてるのか。いい？モリナ。我一个眼睛。啊？ What is he trying to do? Sit next to him. いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけで、コロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ。おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな？撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだ。あ？確かにアメリカは銃社会っていうよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃ分かる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。なめやがって。いい気になってんじゃねえぞこの野郎。身ぐるみになってやるよ。かかってきやれ。クロ、よし、やるぜ。タクシードライブ。ガツンと行くぜ。でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい！あ、そら、あかねさんの！てめえ、吐き出せ！吐き出せって！What the hell is he doing?
ネット何の話ですかね、タクシー強盗さん。何だと？ Officer help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money and he pointed a gun right at me。 おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around! わかった！ちょっと待ってくれ！ On your knees! Right now! 今説明する！ほら、ハワイに着いたばっかだ！強盗じゃねえって！ Yeah, unless that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんだ俺が！そんな見やがれってんだよ。Hold on, officer. That man is not safe.ボヤージュの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver. He's a real thief. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze! Wow.ラッキーや。あ、ウィンナス。いや、助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだって。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たところで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシーって見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな、おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ、やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？うん、他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なものなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください、もしかしたら。もしかすると、なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょっと慣れ慣れしかったか。いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そう
いや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきた。でしたらちょっと食べていきませんか。私も食事がまだだったので。あ、いいね、ハワイの飯か、楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。カズカさんは苦手なものとかないですか。わー、できない。どんなんでも売れるかんだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、エイちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっとよかったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか。いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ、銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの解放感でおおらかな気持ちになってんのかもな。春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます。そうだな、ロコモコだっけか。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルぐらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか。どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事だ。いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら言っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだい。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さん。そうなんだよ、まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだい。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか。エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。頼りにしてるぜ。ありがとうよ。How come they never say anything about why he is football?
about a nice sunset. Very nice. Check out that view. So nice.そうです。Oh.